はい、皆さんこんにちは、クリスです。はい、私は今日なんでここに撮影してるんですか？はい、この前ライブ配信でね、映画紹介してくださいましたけど、あの後、なんか帰ってみます、私も見ますって言ってましたけど、はい、見られたんですか、クリスさん？見られました。2回も見たんですけど、で、またこれからも何回か見る予定なんですけど、お母さんと何回か2回見て、で、今回やっぱり感じたものは、やっぱライブ配信してた時に、なんか、最初、このレビューをアメリカでもうすでに、映画配信してた時のレビューが一つあって、そのコメントがなんかポップコーンの代わりに涙を拭くティッシュを準備してくださいって書いてあった方がおって、で その方のレビューがこの映画はヒーリングの映画ですっていうことを言われて、ライブ配信してる時はこれなんか、どういうことかなって思って正直やってたんですけど、やっぱり見た後はすっごいその意味が感じられて、お母さんもそう言ってたんですけど、やっぱりセロナのエネルギーがものすごく見るだけで癒されたりとか、こう映画の意味がなんかすごい自分を癒す推奨加工になるっていうなんか意味として、その価値をものすごく感じたので、すっごく感動的でした。はい、いやー、そんなに感動したんですね。はい、とても感動しました。このポスターなんですけど、このラブヒールズの中でものすごく感動して、特に 何箇所かちょっとすごいなと思ったところもありました。どこが具体的に？そうですね、もうやっぱり全てが良かったんですけど、私の中でやっぱり印象的だったのが、映画が英語じゃないですか。で、その英語の中になんかヒーリングっていう言葉に対してすごい価値の意味をおっしゃってくださったんですけど、そのヒーリングっていう言葉がヒュールとかいうものじゃなくて、過去形じゃなくて、ヒーリングっていう言葉の ing がものすごく印象的だったんですね。なぜかというと、ラビングとかリビングとかいうものは生きて続けるっていうことがすごいあって、ヒーリングもヒュールじゃなくて癒されたっていうんじゃなくて、ヒーリングってこう続けて人生の中でずっと最後まで自分をヒーリングすることが、なんかその自分の物語を作るっていうか、それが自分の道をつなぐっていうか、それがものすごく印象的でした。だから自分がヒールされたものじゃなくて、もう続けて続けて自分をヒーリングすることが本当に大事だと思ったのが感動的でした。なるほど。だから本当に映画見ながらもヒーリングが続いたんですね。あ、そういうことです。自分はヒールされたわけではないんですけど続けてヒーリングをいただいて、それを人に伝えることでした。他にも何かいいとこあったんですか？はい、他にはそうですね、なんか、体験者の中でセロナで体験した方で、なんか心臓がものすごく弱くて、体がこう朝起きた時にはもう 何十個ぐらいなんか薬を朝一飲んだり、ありましたね、とか自分の血石血節血清器血節血節血を測る機械でなんか毎朝測って、なんかそこから自分の一日が始まるっていう、なんか生活が見てるだけで辛かったんですけど、でもそれがこうなんか5日間のプログラムを通じて推奨加工を体験したことによって、なんか自分の信じられる力とか、自分を癒してヒーリングできる力ができたこと、でそれがなんかこう過去と違って、なんか昔は自分の家の前までに歩くことができなかったのに、今はもう一人で階段を登れたりとか、なんか普通に家の前のなんかメールを取ったりとか、郵便を見たりすることができたっていうのが、やっぱりすごいありえないぐらい
の変化だと思って、自分もそのぐらいの年になったらもうそんな明るくこうなんかワクワクした気持ちでそういうその参加者みたいになりたいと思います。いや本当そうですよね。健康にみんながなっていく姿に感動するし、自分もそうなりたいと思いますよね。自分もその年になるともうそのぐらいワクワクしたいと思いました。ちなみにクリスさんはなんか一番おすすめのシーンとか、ここはみんなにぜひ見てほしいとかありますか？そうね、うん、はい、あります。終わるやっぱり一番はこのやっぱり参加者も素晴らしいんですけど、やっぱりこのセロナっていうその風景が何箇所かの映像があって、そのなんかベルロックのシーンとか、なんか本当に山の赤い山とか、そのシーンがやっぱりすごい綺麗だし、見るだけでもうなんかすごい映像から癒しをいただく感じがあって、なんかすごいんですよね。なんかそれを見るだけでもすごいエネルギー、そこの環境に自分も吸い込まれているのがあって、なんかそのシーンがやっぱり私はものすごく印象的でした。うん、はい、いや本当に映像を通してヒーリングはされるし、ね、参加者から、ね、映ってる方々から勇気ももらって、うん、やっぱりあともう一つはこうシーンじゃないんですけど、やっぱり参加者を見てなんかこう自分もなんかそのぐらいの年になって、まだ今年20歳になったばっかりなんですけど、私はあんまり慢性的な痛みとか、怪我はよくするけど慢性的な痛みはないんですけど、でもやっぱり自分もこう怪我をよくするので、なんか怪我した時に映画で気づいたことは、こう自分が怪我するまで一生懸命頑張ってしまうとかいうのがあって、でそれがこう自分の体がメッセージを与えるっていうか、なんか痛みまでなるまで限界にするんじゃなくて、その痛みがあるからそれを自分の脳にメッセージをくれてるんだって言って、でこれをこう医者とかで癒すことじゃなくて、自分でよくその痛みを認めて、何をやりすぎてるのかとか、何をなんかちょっと我慢してるのかっていう、その気持ちの精神的にもすごい成長できたと思います。なのでこう痛みによくなるので、私もだからそれのやっぱりこう痛みが自分のメッセージなんだって言ってた医者がいて、心理学者がいて、その方が言ってたことは、ああこういうことなんだ、だから私はここよく怪我すんだって言ったり、それがよく感じられて、私もその年齢になった時に、その参加者ぐらいの年齢になった時に、本当にその痛みを感じることを通して自分自身をよくなんか愛して、それを、認めてあげて受け入れてあげて、自分からヒーリングするっていう、そういう人になりたいと思いました。すごくそれが一番大きな気づきでした。もうなんかあれですね、クリスさんも出演してた人で映画の主人公のような本当に成長はい、じゃあ最後クリスさん、なんかお知らせがあるんですか？あ、あります。はい、最後にお知らせがあります。このラブヒールズの映画を皆さんもぜひ見てもらって、皆さんの映画をどう感じたのかを、感想をぜひ書いてほしいと思います。この YouTube の動画のコメント欄にぜひ皆さんも書いてください。またそのヒーリングライフスタイルの、ウェブサイトに映画全部ありますので、それも皆さんレビューをぜひ書いてください。皆さんの感想や体験談を待ってます。